ジャスティン・ダニエル・マスターソンは、ジャマイカ・キングストーン出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。マスターソンは、父親がジャマイカの神学校で働いていた関係で、キングストーンに生まれた。数年後に、インディアナ州へ転居。その後、ビーバークリークにあるビーバークリーク高等学校で保守として、野球選手のキャリアをスタートさせた。ベセル大学では、 先発投手として活躍し、その後転校したサンディエゴ州立大学では2005年はリリーフ、2006年は先発を務めた。2006年の MLB ドラフト2巡目でボストンレッドソックスから指名され、プロ入り。入団後は先発からリリーフへ転校し、参加の A-9 ローウェル・スピナーズでプロとしてのキャリアをスタートさせた。この年は3勝1敗。 防御率0.85という成績を残し、ベースボールアメリカのショートシーズンオールスター選手に選出された。2007年には先発に復帰。この年は防御率は4点台だったが、A 級グリーンビルドライブ、A 級ポートランドシードックスで合計12勝を挙げた。2008年の開幕前には、ベースボールアメリカの有望株ランキングで64位に、 選ばれる。開幕はマイナーで迎えたが、4月24日に、ジョシュベケット松坂大輔とインフルエンザによる先発投手の登板回避が相次いだために代役としてメジャー初昇格を果たす。その当日に先発としてメジャーデビューを果たし、6回を投げに飛安打4-9-4、脱三振1被本塁が1失点という内容だったが勝敗はつかなかった。 しかし5月20日、本拠地ヘンウェイパークでのカンザスシティロイヤルズ戦にて6.1回を、3被安打3死球1死球5奪三振1、失点という投球を見せ、ついにメジャー初勝利を飾った。2009年7月31日に、ビクター・マルティネスとのトレードで、ニック・ハガダン、ブライアン・プライスと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。インディアン後はローテーションに入り、10試合に、 先発したが、1勝7敗、防御率4.45と大きく負け越した。2010年は、開幕からローテーションを守り、自身初の規定投球回到達を果たしたが、6勝13敗、防御率4.70とこのシーズンも大きく負け越した。2011年は飛躍のシーズンとなった。不安定だった、請球面で改善が見られ、防御率は、 リーグ12位の3.21を記録するなどすべての投手成績の項目でキャリアハイの数字を残しインディアンス投手陣の柱に成長した。2012年は昨シーズンから一点不振に陥った。ローテーションこそ守り投手2連連続の200、投球回2桁勝利はクリアしたものの防御率はキャリアワーストの4.93で勝ち星を上回る15敗を喫した。 特に昨シーズンからイニング数は減ったにもかかわらず、吉支球は25も増加し、再び請求難に苦しんだシーズンだった。2013年は一昨年の輝きを取り戻し、キャリアハイの14勝、195奪三振を記録。三冠風はリーグ最多タイでオールスターにも初選出された。2014年2月18日に、 インディアンスと976万2500ドルの1年契約に合意した。このシーズンは再び不振に陥り、インディアンスでは4勝6敗、防御率5.51だった。2014年7月30日にジェームス・ラムゼとのトレードでセントルイス・カージナルスへ移籍した。移籍後は成績がさらに悪化し、3勝3敗、防御率7.04だった。 シーズン合計では7勝9敗、防御率5.88となり、4シーズンぶりに規定投球回、2桁勝利を逃した。128回に3の投球回数ながら、メジャーに異体の15支給を与えるなどこのシーズンも、請求に苦しんだ。オフに、FA となった。2014年12月12日に、フルスのレッドソックスと1年契約を結んだ。 2015年も昨シーズンに続き調子が上がらず8月10日にリーフとなり19日に自由契約となったこの年もわずか59回1、3イニングの投球回数ながらメジャー15位タイの10死球を与えた9月に右肩の関節強視化手術を受けた2016年4月15日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ 参加の A 級ブレーデントン・マローダーズと、トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスでプレイし、2球団合計で26試合に登板して3勝2敗、防御率4.8540奪三振の成績を残した。この年はメジャーでの登板はなく、オフの11月7日に FA となった。2017年4月4日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。同年は、 トリプル A 級で11勝を挙げたが、オフの11月6日に FA となった。2018年12月10日、現役引退を表明した。長身からサイドスローに近いスリークオーターで常時92から93マイルパーアワーのシンカーを投げ、ゴロアウトとフライアウトの比率は4対1と極端なグラウンドボールピッチャーである。スライダーとチェンジアップも用いる。 インディアンスで共にローテーションを組んだデレクローに似たタイプの投手だとされている。シンカーボールを大投げする投球スタイルに加えてコントロールの悪さもあり、2010年から6年連続で2桁支給を与えている。ありがとうございます。